カッパ小僧、岡本鬼道、頃は安政の末、延岡藩内藤家の江戸屋敷に福島金吾という侍があった。この男、剣術柔術が得意で、従って気性もたくましい人物で、およそ世の中に怖いものなしと誇っていたが、ある時図らず一種の妖怪に出会って、なるほど世には不思議もあるものだとさすがに舌を巻いたという。すなわちさつきの初旬、いわゆる振り身振らず見さみだれの晴れ間なき夕べ、所用あって赤坂辺まで出向き、その帰りに葵坂へ差し掛かると、あいにくに雨は激しくなった。当時の人はご存じあるまいが、その頃は葵坂のどんどんといっては有名なもので、かのため池の流れを引いて、みなぎるおつる彗星すさまじく、すなわちどんどんと水音高く、滝なすばかりに渦巻いて流れ落ちる水が、この頃のさみだれに水かさ増して、どんどん堂々と鳴る音ものすごく、まして大雨の夜であるから、水の音と雨の音のほかには物の音も聞こえず、行き来も絶えたる犬の刻の頃、一寸先も見えわかぬ闇をたどって、右のどんどんのほとりへ差し掛かると、自分より二三軒先に小さな人が歩いていく。で、自分は早足に追いついて、提灯をかざしてよく見ると、年の頃は十三歳の小僧が、この大雨に傘も持たず下駄も履かず、下濡れに濡れたる両袖を掛け合わせて、裸足のままでピタピタと行く姿、いかにも哀れに見えるので、おいおいお前はどこへ行くと後ろから声をかけたが、小僧は見向きもせず返事もせず、やはりうつむきしまま濡れてゆく。こなたはじれて、おいおい小僧、どこへ行くのか知らぬが、この降るのに尻もはしょらずに裸足で歩くやつがあるものか。身軽にして威勢よく歩けと、近寄って声をかけたが、この小僧やはり何とも言わぬ。おしかつんぼか、さりとは不思議なやつ。ともかくもそんなだらしない風をして雨の中を歩くやつがあるものか。待て待て、俺が始末をしてやると、後ろから手を伸ばしてその後ろ妻を引き上げ、裾をくるりとまくる途端にピカリ、はっと思って目を据えると、驚くべし。小僧の尻の左右に金銀の大きな目があって、爛々として我を睨むがごとくに輝いているから、一時は思わずぎょっとしたが、さすがは平生から武芸自慢の男。この化け物目と、やにわに目手に持ったる提灯を投げ捨てて、小僧の襟髪つかんでえいとばかりに投げ出すと、肩へのどんどんの中へ真っ逆さまに転げ落ちて、ザンブと響く水音。続いて聞こゆるはカカカカカというような怪しいものすごい笑い声。提灯は消えて真の闇。己化け物、再び姿を現さば真っ二つと、刀の柄に手をかけてしばしの間、暗き水中をにらみつめていたが、ただ渦巻きをつる水の音のみで、その後はさらに音の沙汰もない。ええ、忌々しいやつだとつぶやきながら、その夜はそのままに屋敷へ帰ったが、さてよくよく考えてみると、あれが果たして妖怪であろうか。万一我が驚きと怒りのあまりに、ろくろくにその正体も認めず、早まって誠の人間を投げ込んだのではあるまいかと、半信半疑でその世を明かし、翌朝念のために再びかのどんどんへ行ってみると、夕べに変わらぬは水の音のみで、さらに人らしいものの姿も見えぬ。なお念のために他の人々にも聞き合わせ、流れの末をもそれぞれ取り調べたが、小僧はおろか、犬の死骸さえ流れ寄ったという噂も聞こえぬ。で、もし誠の人間とすれば、右のごとき大雨といい夜中といい、ことにかのどんどんのごとき急流の深みにおいて、とても無事に浮かび上がれようはずもなし、さりとてその死体の見当たらぬも不思議。まさしくかの小僧はカッパであろう、いやカワウソであろうと、知る者いずれも言い伝えて、
その当分は世に行ってかのどんどんのほとりを通るものもないくらいで、葵坂のどんどんにはカッパが住むという評判盛んであったが、その後別に怪しい噂もなかったのを見れば、カッパ小僧、とんだ目にあってこりごりしたのであろうか。とにかくその小僧の尻に金銀の目が光っていたことは、福島金吾を確かに見届けたということ。ちなみに記すも古めかしいが、右のため池界隈にはなお一種の怪談があって、これもいささか前の内藤家に関係があるから、合わせてここにお話申そう。慶応三年の春も暮れて、山王山の桜も散り尽くした頃のことで、かのため池のほとりに夜な夜な怪しい影がぼんやりと現れる。もっともその頃のため池はなかなか広いもので、維新後に埋められて狭くなり、さらに埋められて当時のごとく町家立ち続く繁華の地となったが、慶応頃のため池は深く広く、その末のどんどんには前期のごとくカッパ小僧さえ住むというくらい、その向こう岸、すなわち内藤家の屋敷の裏手にあたって、影ともわかず煙ともわかぬ朦朧たるものが、薄墨の絵のごとくにぼうとして立ち迷っているのを通行人が認めて不思議不思議と言いはやす。その評判を同屋敷の家中の者が聞き伝えて、試みに赤坂の方へ回って見渡すと、何様人の噂にたがわず、影か幻か朦朧たるものが水の上に立っていて、その形さながら人のごとくであるから、いずれもただ不思議だ奇怪だというのみであったが、念のために小舟をこぎ出して、その影のあたりに近づいてみると、影は消えて何にもない。さてまた元の岸へ帰ってみると、かの影は依然として水の上に迷っている。これはおそらく水中に何者か沈んでいるのではあるまいかと、一同協議の上で、その明くる朝、さらに小舟をこぎ出し、夜な夜な影の迷うあたりをそこかここかと竿で探ると、緑のびたる葦の根に何か触るものがある。さてはと一同立ち騒いで直ちにこれを引き上げると、思いきやこれは年頃23歳とも見ゆる町人風の男で、荒縄を持って手足をひしひしと縛られたまま投げ込まれたものとおぼしく、色は青ざめ、髪は乱れ、二目と見られぬ無残の体で、入水後すでに幾日を経たのであろう。全身不乱してその臭気おびただしい。一同あっと顔を見合わせたが、ともかくもその死体を駆け上げ、神にその死体を届け入れて、それぞれ詮議に手を尽くしたが、この男は何者ともわからず、従ってその死因もわからず、いわんやその下手人もわからず、詮議もついにそれなりけりに済んでしまったとは、なんぼ哀れなる物語で、かの怪しい人影は、まさしくこの水死者の幽魂が夜な夜な形を現して、未来の救いを乞うたのであろうという噂で、これを思えば死者に礼なしとも言われまいと、現在その死体を引き上げた一人の昔話。世にはかかる不可思議のこともあるものか。以上、カッパ小僧、岡本喜道でした。ありがとうございました。